大久保さん行くわ。はい、はい、あのね僕のね悩みはねちょっとまともなんでね、はい、同僚の頭が古すぎてマジで話通じねえ、うん、SNS 倫理観とかサブカル、うん、全部古い、うん、話通じそうな坂本さん俺と喋らない。そうそうそうね、うん、マジどうせやいいか。まあまあ私はね、なんかもう2人ともなんかもうメンヘラみたいな感じになってますけど、まあ僕はねそんなメンヘラみたいなね空気感を出さないんでね。はい、はい、全然。いやまあ、ね、とにかくね、うん、SNS に対するね考え方がもう古すぎる。いや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 、もう2000年の頃から止まってる。もう書いたら、うん、IP 特定されて、されて、うん、家にあモニターにブンって映って、うん、お前を見ているぞってブラックラウンド仮面被ったやつが出てきて、あ、はあ、ウェルカムトゥアンダーグラウンドって出て終わるんだよ。古いわ。なるほどね。そうなの。で、ブラックラも久しぶりに聞いた。そう、ね。ブラックラなんて何か前、何年から見てないか。いやいやいや、罰をしてる。まだあるのかね、ブラックラってね。うん、お怖いとこなんすよ。おでもそう自分の写真とかあげるってもさ、うん、この指紋のところさ、うん、写したらそっからなんか分かるされたりとか、うん、もう終わりだよそれ、うん、だから逆ピースとかが今流行ってたりするぐらいでさ、うん、何が終わんのちなみにそれで、うん、そう何が終わるんですか。自分のクレジットカードのデータとか抜かれるかもしれない。なんで指紋で抜かれた、うん、今え逆ピースしたら抜かれるの。自分のねクレジットカードのデータが仮に分かられて、うん、で俺の指紋が分かられるところがアウトやん。おおお気をつけるのは SNS の使い方じゃなくて、うん、クレジットカードの番号はなぜか第三者に分かられる、うん、そっちの危機意識のなさだよな。そこなんかほらブラウザの入力履歴とか吸われたりとかして、うんバレたりとか しないのかな。いやあとさ SNS じゃなくてそれなんか変なメールに引っかかってる方だよね、うんうん、そうそうそうだよ。お前のクレジットカードの期限が切れたから、うん、このサイトに飛んで暗証番号を入れてくださいみたいなところを、うん、でむしろそれ SNS 知らなすぎてそういうの引っかかってんじゃない。SNS 知ってれば注意喚起とか回ってくるからむしろ気づけてんじゃない、うん、いや本当にそうで回ってこないからな。だから SNS やってないからだで、あと K さんとかもさよく言うのよ、うん、なんかその SNS で書き込んで何かで炎上した場合、うん、もう終わりだみたいな、うん、とにかく、うん、ネットに情報ってのは上げちゃダメなのさ、うん、なぜなら消せないから、うん、てかネットに情報上げてるんですかそもそも。だから上げてないですよ僕は、うん、上げちゃダメなのさ。いやてか、うん、勘違いしてますよ別に、うん、僕とか、うんまあ、坂本さんもそうだと思いますけど、うん、別にあのヤバそうな問題のやつって上げてないから、うんいやいやいや、まあそれ大小なりあるかもしれないけど、うん、後々それが、うん、うってなった時に、うん、もう消せないんですよそれ。そう、もうインターネットアーカイブとかで過去のサイトとか全部取られて違う。だから、うん、そういうまずい問題、うん、まずくなるようなものを上げてるんですかっていうところの話。いや例えばよ、うん、写真上げましたと、ありました、ピースして撮ってる写真にさ、うん、後ろにさ、うん、黒ずくめの男がさいてさ偶然写っちゃってたみたいな話で、なるほど、うんうん、もうその後家来たら、うん、家帰ったらもうバーンよ消されるね。バーンなった今、うん、だその黒ずくめが、うん、何が起こるか分かんない、うん、でそれなんでこいつ、うん、俺の写真写してんだと、こいつはなんか知ってるから消さなきゃいけないってなるかもしれない。うん、でさ、すいませんじゃ済まないのさ、もうインターネットに上がっちゃってるから。はあ、うん、いや考えすぎじゃない。貴様の罪はもう消せない、うん、いや死んで償えってなるわけ。その可能性って、うん、多分宝くじの2等が当たるぐらいの確率だと思うんだよ、うんうん、高いよね。これは怖いよね。黒ずくめが写ってる写真を撮った時にもう気づかれてるってことでしょそれ、黒ずくめの人に。だって SNS に上げてただけではさ、うん、住所までわかんないじゃん。だって そう、うん、そっから家特定されてるのは、じゃあ SNS に住所書いてるの、うん、過去にもしかすると。ああそういうこと、書いてるかもしれない。そのざるな感じでやってるやつはワンチャン、うん、ストーカーとかに、うん、住所分かるとこに書いてたらね、うん、そんなやついないでしょ。でもそういう被害あるじゃんよく。いやだからそういう被害だと バカなんだろ。自分の住所をプロフィール欄に書いて、うん、何住所と名前と電話番号全部書いてんのそいつ。書いてるやつがいて、うん、被害に遭ってるって見るから、まあ、そういう被害いるやつが、うんまあ、いるとする仮に、うん、そういうなんか住所とか書いてさ、はい、じゃ君と K さんは、うん、そういうバカなの。
で、そういうバカをやりたくないから、うん、いやだから情報出さないと書いてないんでしょって出さないね、Kさん出さないんですよ ね、 違う、中ちゃん、はい、Kさん、これね、大事なのは、はあ、何をやるにしてもリスクって絶対あるんですよ。まず SNS とかじゃなくて、うん、例えば物を食べてて、うん、友達と電話してたと、うん、するじゃん、これ SNS 全く関係ない話ね、うん、でこれ電話切った後にさ、実は裏で食べてた人がやばい人で、うん、お前今俺が食べてた咀嚼音取っただろうとかってイチャモンをつけられて絡まれるのと同じぐらいの確率だと思うんですよ、これ。じゃあ昔はさ、なんでそんなに、うん、ネットに上げちゃダメみたいになったの？今はもう変わったの？それがみんな上げてなかったからだよ、昔は。上げてないから、うん、たまに上げると目立ったんだよ、うん、こいつは個人情報を上げたっていう風に目立っちゃって、うんうん、ピックアップされるわけだ。そう、はい、個人情報を漏らす、そのカバーの甘さみたいなところが、うん、そのみんなの叩き台とか餌になるわけよ、はいはいはい、みんなやっぱさ、うん、みんな自衛意識持って、うんうん、もう個人情報出さないぞ出さないぞみたいな感じで扉の隙間からこう伺ってんのよ、情報、うん、要素を、うん、そこたまにバカな人が、うん、うっかり個人情報出した時に、うん、うわこいつ出したよみたいな感じで、うんうん、みんなで寄ってたかって、うん、叩きに来るわけ。そうよ、怖いよね。で今それは昔じゃん、全員今は若い子みんな上げてる時代だから、顔写真とか、そう、うん、そう、珍しくもなんともないわけ。ハマってきてるのよ、そのSNS とか、そのそういうものに対する向き合い方が、 SNS の倫理観がガラッと変わっちゃったから、うん、昔の危険性は今はない。なるほど、はいはいはい、TikTok とかインスタとか基本的にもう顔出してやってるじゃん、みんな埋もれる君の顔は、うん、残念ながらな。でもなんかでピックアップされてさ、だからそなんか、いやだからだからそのなんかは SNS やってなくてもピックアップされてんじゃねえのか、うん、相当やばいなんかだぞ、そのなんかって。いやただね、すごいやっぱ気をつけるのさ、例えばさ、はい、例えばギターとかさ、ちょっと光沢のあるものをさ、うんうん、ヤフオクとかに出すときにさ、撮ってさ出したりするじゃん、うんうん、それでなんか映ってるやついるぞみたいのがさ、うん、もうなんか出回るみたいなことあるじゃん、あったじゃないですか昔って、うん、そういうのがやっぱ怖いから、うん、でチェックして消すし、うんうん、でもそれはもう普通のことだからね、うん、そもそもそれをやるのが普通だから、消すことを、うん、なるほどな。消す